さて、長崎空港に到着しましたので、まずは長崎空港の中を散策してみようと思います。まず到着した1階ロビーはこんな感じでございましたね。おお、なんだ、アメジストかなんかが取れるところなのかね。宝石のことはさっぱりわかりませんが、で右側の奥の方に来たらセブンイレブンがあったね。地域限定の何かしらが売ってるようだったね。お、なんだこれは。というか店舗ご案内があったけど、1階はセブンイレブンしか今は開いてないんだな。角煮まんじゅうが有名なのかね。何これ、九十九島せんべいと龍がいるのかな。いやー、山だね。そしてショップがある2階に登ってまいりましたが、さすが長崎、いきなりカステラだね。ええ話や。で保安検査所があって、ひとまずショップを眺めてみっかね。こちらは何ですか、長崎のなんかがあんのかな。カステラとカステラのなんかみたいな。カステラがラングド社になりました。おっと、試食発見。あ、嬉しい、ありがとうございます。ただでもらえるものは何でももらっとく主義。生地はふわふわで、肉は結構しっかりめに歯ごたえがありますね。細かく切られてるみたいだったから、まあ食べやすかったけどね。で、期間限定なんてものもあるの？いろいろ種類があるのかね。角煮まんじゅうちゃんだって、フニータもセイロに入れて売れば売れるかな。お酒と長崎雑貨なんていうのもあんだね。カステラはいっぱいあるね。何これ、北海道で見たかまぼこみたいなのあるじゃんね。試食発見。なんかちょっと長崎チックのカラーリングのさつま揚げと、なんか茶色いさつま揚げ食べてみたけど、こっちのが香ばしくて美味しいかな。なんで北と南で同じようなものが売られるんだろうね。不思議だね。パンロールみたいなの売ってるなと思ったけど、やっぱりパンロールと同じようなもんなんだな。こちらは冷凍で買うことができるんだ。まあ今買ってもね、まだまだ時間ありますから。で、めんべいっていうのがいろいろあるけど、これ明太子のせんべいなんじゃないの。それなのに味がついてるのかい。大村寿司っていうのが有名なのかね。おお、かんころ餅っていうのがいっぱいあるけど、なんだか私が好きそうなやつだね。おお、キャッシャーはここでまとめてやるんだな。じゃあこのかんころ餅お土産にひとまず買ってしまった。こちらは冷凍のちゃんぽんと皿うどんが買えるのかね。明太子も有名なのかい。まあ九州だから、九州だったら同じもの売ってるよみたいな感じなのかね。
で、お店はこんな感じだったんだな。文明堂は銀座にもあるしね。お、なんかこれ美味しそうだな。あ、にゃんこのカステラ発見。何？もう一本のやつもあるな。悩むね。白いカステラ。あ、カステラにもいろんな種類があるんだね。よく考えるわ。スティックカステラ。ほう。お、ビワケーキ？カステラプリン。私だったらカステラ何にしようかな。カステラシルコかな。じゃがいものキャラメル。ちょっとやだ。あ、このオタクサっていうのよく売ってたね。美味しそうだったけどね。有名なのかな。お菓子なんかもあるんだ。なんだろうこれ。中国っぽい感じのお土産もあるね。ザボンっていうのは柑橘系のフルーツなんだね。お、羊羹発見。話や。あ、これ美味しそう。本当に羊の絵が描いてあったね。あ、ひよこちゃんいた。ひよこ好きなんだよね。フィナンシェか。あ、これ見たことあるよ。もらっても嬉しくないお土産な。くまモンだったら可愛いから許せるかな。何これ、中身がないのが魅力です。まんじゅうには中身欲しいよね。なんかカステラのアイスもあったな。じゃあ逆サイドに行って、アナフェスタがありましたね。 5% オフ。あ、これ美味しそうだけど、あ、売り切れ。残念。スタバ好きよね。これなんだろうな、全然わかんねえな。で、奥の方に、お、展望デッキ。こっから行けんのか。じゃあとりあえず展望デッキの方行ってみようか。エレベーターで、3階に行って、ここにもカステラビールしてますね。おー、海だー。はい、展望デッキの前はこんな感じでしたね。プロペラの飛行機がいっぱいありますね。どういうことだ。お、羽田で見た政府御用達の飛行機がいたね。おー、エールフランスはとんがってんだな。いろんな車走ってるもんね、空港ってね。なにこれ、コワーキングスペース。まあ私には縁のない話だな。お、日傘レンタルしてるんだね。話や。おー、なるほどね。こりゃ日傘が必要だね。新千歳空港の展望デッキよりもなかなかいい感じですね。シンプルな作りでございますな。ここに全部飛行機が来るんだね。お、金があったぞ。なんか映えスポットもあるから、とりあえずサムネショット撮っておこうか。はい、大きく羽ばたきます。初九州。
上陸しました。そして私は羽がなくても羽ばたける的な、おお、なんだこれは、ステンドグラスのデザインだったのか。へえ。でこちらの日陰スポットはトラックのようになっておりますね。長崎限定のなんかあるかと思ったけど特になかった。お、プロペラ機あそこにいるね。あれなんだろう。じゃあ戻って、お、なんだ、ハートのなんかがあるぞ。幸せの鐘。じゃあこれは鳴らすしかないか。よし、今日も一人で幸せの鐘なりません。えい、やけくそだ。越してやる、越してやる。あ、やっと鳴ったけど結構でかい音すんだよね。びっくりするわ毎度。で、おお、パスも使えるんだな。このお立ち台がかっこいいなと思ったけど、どうやら子供用の双眼鏡だったみたいだね。で、あ、このモグラ叩きならぬカエル叩き、ちょっとやりたい。で、こんな展望デッキまではシールが貼られたんだね。それに従っていけばよかったんだ。お、プロペラ機。あ、島に行くのに使うんだ。いいな。いつか乗りたいです。島行ってみたいね。皆さんはどこの島に行ってみたいですか？で、レストラン、こちらは1階にあったお店が移動してきましたよってか。まだ今朝のね、9時ぐらいなんでやってないんですよね。ちゃんぽんとか食べたかったらここに来ればいいんだね。お、出た、さっきのパンロールみたいなやつ、ここでも食べれんだ。うどん食べたかったらここね。で、あと1時間ほど時間がありますので、今回はラウンジを使えるカードを持ってきたので、ちょっとラウンジを使ってみよう。なんかスープセットみたいのがあったね。ラウンジはこれで使えますか？で登場日の確認。あ、そうですね。到着便でございます。はい、確認いたしました。はい、2時間無事ありました。はい、ありがとうございます。久々すぎて忘れてたそうでしたね。うん、お腹が空いてるから美味しそうだな。お酒は飲めないけど、お、返却口がなんだか可愛いね。お、お水があるね。お水もらえるかな。ココアもあったね。ジュースはこんな感じでした。こちらにも冷たいドリンクはございます。で、お席にはコンセントありました。ではスマホ充電しながらね。まずはラウンジに来たらやっぱりトマトジュースでジャスティス。やったー。あー、ここなんか暖房入ってるみたいで暑いんだよね。なんでだー。いやー、生き返る。そしてアイスコーヒーをおかわりしてきて、先ほど買ったにゃんこのカステラ、柄は何かなと思ったら裏で見えるようになってたんだね。何、長崎にはこのおぽが曲がったにゃんこがいっぱいいんの？へえ、にゃんこ会えるかな。空港にはいないよね。ではお皿とフォークはないからスプーンをお借りして、お、ザラメ付きだ。アイスコーヒーをまず飲んで、あー、いいね。ではカステラいただきます。
長崎でカステラ食べてるよ、最高だぜ。なんて幸せなんでしょうか。晴れてるね。何これ、ふるさと納税の自販機があるの、すげえ。タイムカプセルで、こちらもまだやってないお店だけど、佐世保バーガーか何かかと思ったら、ただの普通のハンバーガーだったな。で、バスと船どっち行こうかな。まずはバスで、5番乗り場が長崎の方行くの。お、ここに書かれてたね。料金が片道1200円か。こちらも長崎だね。で、これが大村、佐世保で降りるの専用って感じか。レンタカーのお店がさらに先にありましたね。こんな感じで、一番端っこに交番がありましたね。お、バス来てるじゃないですか。これはどこ行きかな。ハウステンボスかね。あ、タクシーは1700円なんだ。ちょっと高いんだね。じゃあ船着き場行ってみようか。なんかちょっと怖い、誰もいないんだもん。まだまだ先だったね。おお、こっから一望できますね。で、その先を、おお、まだまだ先がありますね。あ、でも景色がいいからいいよね。あ、プロペラ機いたね。すね。お、何これ、大村桜。うーん、お、なんだここは写し鏡みたいになってて、車が吸い込まれる、不思議的な。っていうか、ここほんと暑いんだよね。なんか暖房効いてるみたいなんだよ。なんでなのかな、長崎の人は寒がりなの？あ、なんだ？長崎って書いてあったんだね。お、いよいよかな？こちらにはイカって魚なのか？で、その先が船着き場みたいだね。じゃあ、船に乗って長崎を楽しんできます。というわけで帰ってきましたので、展望デッキで日没を眺めようと思ったんだけどな、あんまり飛行機来ないみたいなんだよね。だからみんなすんごい待ってるみたいだよ。そして明日は夏至なので、なかなか日が落ちなかった。そうだ、私1階のレストラン見てないやと思って来てみたんだよね。お、トルコライス、やべえ、これ食べなきゃ。テイクアウト。またチーズ入ってんのか、みんなチーズ好きよね。ん？あれ？なんだ？もう営業終了ですか？はい。あ、そうなんだ。何時までだったんですか？7時半。あ、そうなんですね。トルコライスが食べたかったなと思ったんですけど。ありがとうございます。うわー、やっちまった。トイレとか入ってる場合じゃなかった。真っ先にここ来なきゃいけなかったんだな。じゃあ保安検査場通った後に何かショップあるかもしれないと思って通ってきて、
ました。そして JAL の方はなんだか混んでそうだから、アナの方に来てみたよ。お食事どころはないんだね。普通にショップだけだった。カステラとかはあるけどね。じゃあこの角煮おこわおにぎりでも食べよっかな。お、なんか品切れが多い感じですか？もう全部売れちゃったのかな。じゃがほっこりってまた北海道みたいなお土産がありますね。なんで似てんだろうね。あとは角煮がみんな好きみたいだね。ここはね、ちゃんぽん、皿うどんね、うどんも食べたかったな。もうショップ終わっちゃってんだよね。なのでここで腹ごしらえをするしかない。こんなちっちゃかった、コンビニおにぎりじゃんね。あーでもお腹空いてるから美味しそう。っていうかめっちゃ暑い。中におっと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 角に入ってましたよ。いやー暑いよー。あ、ごちそうさまでした。ああ遅延してんので、ペットボトルはカバンの外にね出さないといけないみたいだったよ、保安検査の時ね。なんだろうな、関西なのかな、ふざけてるのかな。高松でも真面目なお菓子とか言って売ってたもんね。おかしいじゃな。なにこれ、よか魚、フグ、クエ、クエが名産なのかい。そうだったんだ。この大村寿司残り1個買った方がいいかな。ちょっと高くねって思ってさ。何これ、御朱印、何印って読むの、あるんだね。お、西日本限定ラーメンを使ったベビースターってなんか普通じゃね。こっちにはまんじゅうがあるのかな。結局アーナフェスタの方に戻ってきてカレーパン買いました。おしぼりつけてくれるところが嬉しいよね。結局食べなかったんだけどね。飛行機の中で食べようかなと思って取っといたんだけどさ。さてそろそろ出発する時刻になってまいりましたかね。空港編はここまで。次回は長崎散策編をお届けいたします。